ハイブモアン、ヒロキネコさん YouTube チャンネルへようこそ。今日はですね、8月18日木曜日でございます。時間は朝の10時。今日は残念ながら雨です。ザーザー降りです。夕方まで降りそうです。そして波もなし、 No wave, no surf。 昨日のブログ、海がめっちゃ汚かったよね。ちょっとね、あれが気になっているんだが、茅ヶ崎市マジで海沿いのね、ゴミ箱を復活して頼むよ、本当に。そんな今日はですね、夕方にラララキッズの、インタビューが1個入ってます。取材が入るという。で、その前はね、比較的何もないのよ、予定が。でもこのデイリーブログチャレンジで20日間ぐらいずっと編集してたりしたから、結構ね、仕事が滞ってるところがあったりするんで、仕事っつうか雑雑したことが溜まってきてるんで、それを一気にクリアしていきたいと思います。今日はね、午前中で。そんな模様を皆さんにお見せしても全く面白くないブログになってしまうので、そこでだな、考えた。今日皆さんに伝授するのはですね、確実にはかどる仕事のルーティーンの仕方、ちょっとこれを伝授したいなと思っております。ということで、今日も元気に行ってみましょう。はい、どうぞ。はい、ということで、それではやっていきましょう。確実に仕事がはかどるルーティーンということで、すげえ簡単、3つしかステップありません。簡単よ。まずはね、白い紙、真っ白な紙、これを常に用意しておいてください。そしてフリクションのペン 0.7、 書き味が早いやつ、そういったものでバンバンやっていきます。はい、まず最初にやるのはね、 To do リスト。これはね、毎朝作ります。例えば今日なんか俺がやらないといけないことは、 T 社にメール、そしてもう一個見積もり、企画が1本、あとドローン、履歴を書くのと、あと買わないといけないもので言うと、イヤフォン、スペアバッテリー、あとね、実績、仕事の実績をアップしないといけない。みたいなね、こんな感じでバーって書いていくんですよ。そういえば今日講義モードだね、俺ね。普段さ、企業向け研修とかやってんのよ。だからそのモードで今日はちょっと、講師、ひろきなかそう。デザイン思考トレーニングの研修とかやっているんですけど、そういった要望がありましたら、ぜひ、アロハブランディングのホームページからお問い合わせください。という感じですね。今日は講義モードで進めております。こんな感じで、まず、トゥードゥーリストを作るっていうのがまず最初です。1、ステップ1。なぜこれを作るかというと、常にやらないといけないことを可視化して手元に置いとく。ずっと持ち歩いてる。っていうことによって、あ、今次何やんないといけないんだっけなーみたいな。そんな無駄な時間が一切なくなります。まずはここまで。ここまでは朝起きてすぐやります。はい。そして次、ステップ2。スケジュール化。8月18日木曜日。これはね、何かっていうと、今時間がほら、10時半でしょ。だから10時半スタートで、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9。まあ、このぐらいまで書いておくわけですよ。そしてね、確実に決まってること。僕なんかで言うと、今日インタビュー、取材が入ってます。これ、ラララ、キッズのインタビュー。で、この後はブログを編集したい。ランチをここで撮りたい。ってなると、確実に仕事できるのは10時半からここしかないんですよ。ね。ここの、だいたい1時間に1タスクって考えた場合に、まあ5タスクぐらいしか入れることができないと。じゃあ、こっからどうするかなんだけど、こっからやることリストのグルーピング。似たような項目でグルーピングして、この中にプロットしていく。例えばだけど、メールとか見積もりとかパソコンでできることをここに、じゃあ確実に入れていこうと。で、朝の午前中の方が脳みその働きが早いので、難しいものをサクッとやってしまうっていうのはあります。例えば、T 社メール、相手がいるものを先にやりましょう。こいつをここに持ってきて、見積もりもその後できるよね、つって、その流れのままで実績もアップしちゃおうと。そして、そっから一応ね、めんどくさい作業で言って、ドローンの保険とか履歴、この辺の資料系は全部ここで終わらしちゃおうと。ね。この2時間、1時間半で、このタスクを全部終わらせますと。ほんで、ランチを食った後、ここに3時間あるんだけど、結構能力が落ちてるのよ。だから、例えばここで、
イヤホンとバッテリーを買うってあったんだけど、こういったことをやります。アホアホモードでもできるじゃん、こういったのってね。余力を持たせながら、でここに移動の時間入ってくるんで、この辺でもなんかできるかなという感じのスケジュールがざっくり出来上がるわけです、これで、ね。そうすると何がいいかというと、次何するんだっけっていう時間がなくなるので、オートマ運転になるわけです。自動運転になる。もうここで目標を定めて、あ、やべえ、12時だからこれやんないと、みたいな、そんな感じの考え方になるわけです。ここまでいいですか。めっちゃ講義モードになってますけど大丈夫ですか。やばいね。はい、皆さん、ここテスト範囲ですよ。テストに出ますよ、これ。はい、ちゃんと聞いてね。はい、そしてですね、最後、これでもう大体ことは足りてはいるんだが、さらに後押しするための一つを教えしましょう。それがですね、ログ化でございます。ログ、やったことをすべてログ。こうやってですね、あのノート、ちょっとこれあんま見せらんないんだけどさ、俺の場合は全て何時に何をしたかっていうのもログとして残すんですよ。でこれに付随するアイディアだったりイメージなんかは右に貼っておくと。ここのも全部そう。お前2014年8年やってるってことだね。そうすると、スイッチが入る、やることが明確になる、やった、記録になったっていうことで、はい、1 to do、2スケジュール化、3ログ化、この流れで確実に達成できるようになると、そんなことでございます。はい、参考にしてみてください。いいですか皆さん、これがアイデアを形にする技術、デザイン思考トレーニング。さて皆さん、さっきのはかどる仕事術、実践してもらえてますでしょうか。早速やってくださいよ。そしたらバンバンはかどるからね、雑雑したやつがパンパンブ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 ンと終わっていきます。はい、そしてあんちゃん、今日はカレー曜日でございます。カレーのディズニーランドにお連れします。その名もココイチ。行ったことないでしょあんちゃん。初めてのココイチ。ちなみにカレー曜日は本来金曜日だって知ってますか。なぜかというと、元々海軍とかがカレーを毎週金曜日に食べることで1週間のルーティンを決めるというね。船の中とかだったら1週間がよく分からなくなってしまうということで、カレーとかで強烈な匂いとかで、なんとなくこうルーティンができるっていう、そういうことです。ランチを追加。こちらでございます、お客様。チャッチャラー、初めてのお客様をお連れしました。こんなことになってんの知ってた。おー、すげえ。ようこそようこそカレーのディズニーランドへ。あ、スクランブルエッグがいいんだって。これで一回頼んじゃおうか、注文。すげえ量。うわー、すげえ。うわ、すげえな、これまた。これを見てるあなた、今カレーが無性に食べたくなってきているはず。もう口がカレーになっている。生卵、すごい下手。結構スパイスがさ効いてるよね。いろんなスパイスが乗ってて、めっちゃ美味しいじゃん。ハラペーニョ、うまい。ハラペーニョ、うまい。あなたは今カレーが食べたくなる。
危ねうわ、前ぶつかった。わー、何があった？やばい、やば、何回もやってる、何回もやってる、へこんだつが出ちゃった。オーノー、ハプニング。なんか見えないもん、ね、ここ一からだよ、これマジで見えない、やばい、みんなやってる、ほら皆さん、ここ一来る際はこのカレー色サインじゃない、なんつうのこういうの、気をつけてくださいね。見えない、見えないね。しかも満腹になってちょっと気が緩むところで気をつけましょう。以上、ココイチレポートでございました。ちゃんとオチもついたということで、そこまでがセットですからね、カレーを食べて。違うだろう、はい、カレーが食べたく。ということで本日ラストイベント、ラララキッズの取材ね、取材に向かってます。はい、ということで本日のラストイベントはラララキッズ、僕ひろき長澤が運営している校長をやっているあのプログラミング、学校ですね。であっちゃん先生が講師を務めているというそんな学校なんですけど、ここでマイクラを使ったイベント大会があって、マイクラカップっていうのがあって、これにエントリーするんですね。で SDGs のテーマを子どもたちがマイクラ上で実現するというそんな大会なんだけど、これの、運営委員会の人が取材に来てくれている、あの取り上げたいということで、今取材を受けています。でちょっと特殊なのはね、このジェーン先生がね、大学生の講師リーダーとして、このチームキッズのチームを束ねて今回マイクラカップにエントリーするというそんな試み。しかもこれジェーン先生のそもそもアイデアで、あのマイクラ部っていうのを作ってやろうっていう話なんですけどね。そうだから、ちょっとそういった運営がユニークだっていうことで取材を受けています。はい、マイクラ部、今ねやっぱ子供たち本当マイクラが好きで、言うならばマイクラって、世界一売れてるゲームで、まあ、要するにオンラインレゴみたいな、レゴのオンライン版みたいな、だどこでも何でも好きなものを作れる、みんなで作れるっていうクリエイティブモードっていうのがあって、そこで今回 SDGs のテーマに合わせて、課題に合わせて世界を作って、その作品をエントリーするっていうそんな仕組みでございます。はい、だからね、マイクラ興味ある人、ぜひラララキッズのホームページちょっとチェックしてみてください。めちゃめちゃ盛り上がってるから。はい、あと先週ね、あのラララキッズの、全部のプログラミング教室の学校の子たちが作品作った発表会なんかをやりました。ゲーミングフェスっていうそんな模様もあるんで、もしよかったらこれもね見てみてください。はい、真面目でした。こっちかな、こっちかな、また間違えるからね、多分こっちだ、こっち、リンクはこっち。へい、私もいます。テーマなんとよいしょ、はい、そんな感じで、取材も順調にいっているようでですね、本日のタスク終了と。なんかね、急に夕方になって波が上がってきたみたいなのよ。なのでちょっと海回りで帰って終わりにしましょう今日はね。おー、マジか、めっちゃ波あんじゃん。スケジュール通りに動かせるものを動かしとかないと、突然いい波が入ってきたりするわけよ。そうした時にさ、入れないじゃん海。だからこなすもんはこなしておいて、こういうのに時間を割く。ということで戻ってボード取りに行くということで、今日はこの辺で終わりにしよう。はい、ちょっと海行かないといけないということで、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。